はい、皆さんこんにちは。今日はねちょっとお知らせがございます。こちらね、私プロデュースをさせていただきました発声練習音源なんですけどもね、こちらを今度の18日に、私公式ショップから正式発売になりますのでどうかよろしくお願いします。私もボイトレやってきて30年になりますけど、やっぱりね声を良くしていくことっていうのは本当にねすごいびっくりする良い効果がねやっぱたくさんあるんだなって改めて思うんですけども、でもちろんね歌が上手くなるっていうのがね最大ですよね。カラオケボックス行ってね思いっきり歌っても声が枯れない、あるいは自分が出したい声がしっかり出るっていうのはね、これねやっぱりね醍醐味ですよ。発声練習のね声が良くなるっていうことの醍醐味だと思いますね。ご存知の通り声を出すには息をたくさん掴まなきゃいけないですよね。呼吸力を上げることになるんですけども、人間ってね生まれた瞬間に息を最初パッと吸って、そしておぎゃーと鳴くと、だからおぎゃーと鳴くのが最初じゃなくて息を吸うっていうのが最初なんですよね。そして最後お亡くなりになる時っていうのは息を吐いてそして終わるんですよね。だから人間っていうのは息を吸い込むことが私はね生きることだと思ってるんです。だから息を吸い込む力を訓練するっていうのはこれねやっぱりねトレーニングが必要なんですよ。でその時にねじゃあ呼吸の練習だけしましょうって言ってね、呼吸の練習だけをするのももちろんあります。それもすごく効果的なんですね。でそれと同時にやっぱりそれに付随して声を出すっていう風にやると、吸った空気をちゃんと使ってね体を動かしてあげることになりますんで、これはね呼吸筋を鍛えるには本当にすごくいい効果なんですよね。やっぱり声を出すっていうことがだんだんね呼吸力が上がっていくと声を出すことが楽になってきますから、そうすると皆さんねやっぱね気分が良くなってくるんですね。で気分が良くなってくるとやっぱりね免疫力も上がってくるね。でしかも声を出していくときには体幹と言われるねインナーマッスルをちゃんと使ってあげるとより良い声が出てくるので、やっぱり声を出すことによってやっぱりインナーマッスルも鍛えられて、そして、呼吸力も上がってね免疫力も上がるってことね、やっぱり、ね、発声練習声を出すってのは非常にいい効果が出るなと思ってるんですね。でそれともう一つはですね、やっぱり人とのコミュニケーション力がすごくね良くなります。まずね話してて聞き返されなくなりますね。はぁみたいなことがなくなって、やっぱりね聞いてる人がうんうんってこうなんかこう納得してね聞いてくれる。そしてねあとね声が良くなっていくと、あの人の声もう一回聞いてみたくなるっていうね、こうなんかこう不思議な魔力というかね魅力っていうのがねやっぱり携わってくるんですよね。なので人とのコミュニケーションすごくねやっぱりスムーズになるなと思います。これはね私自身もそれを体感してきましたし、あのレッスンにね来てくださってる生徒さんもやっぱり声をねあの訓練してきたことによって人のとのコミュニケーション力をねぐんとねアップしたからね随分たくさんいらっしゃるんですね。でやっぱり自分の声をね好きになったり自分の声に自信がつくようになると、やっぱりなんか不思議とね声に自信がつくと自分自身にも自信がついていくんですね。これ不思議な現象なんですけど、やっぱね声と、自分自身というのはねなんかこう一体なんですよね。心と一体っていうかね、多分ねまあ皆さんお分かりになると思うんですけど、声に自信がないから自分に自信がないって方いらっしゃるんですね。だから自分の声が良くなっていくと、あなんか私も人の前で喋っても大丈夫なんですねなんて言って、のびのびとね人の前でこうプレゼンテーションしたりねお話ししたりするっていうことがね増えてきたって方多いですからね、人とのコミュニケーション力もスムーズになっていくっていう意味でもやっぱりね非常にいいなと思います。だからそういったねいい効果ねやっぱたくさんあるなと思います。悪い効果っていうのはね私聞いたことないですね。いい効果ばっかりですね。だから声出すって、ね、本当にすごいことだなと思いますよ。でね今回この、発声練習の音源を作ろうって思ったのは、一般にね発声練習って出回ってないなって結構不思議だったんですね。 YouTube の動画なんかでね発声練習されてる先生いるんですけど、やっぱりこう一般的じゃないんですよね。やっぱりこの発声練習、声を出すことの素晴らしさ、声を出していくきっかけっていうのはねどうしてもやっぱりね多くの方に届けてね、皆さんのこう今ねいろんなことが起こってるじゃないですか。なんか不安定なこととかね、不安なこととかね、嫌な気持ちになることとか多いので、やっぱここはね声を出すことによってね明るいね元気な未来をもう一回作っていきたいななんて思うのでね、今回このタイミングで、この発声練習の音源
をねこうリリースしたいというふうに思った次第なんですよ。でね、この発声練習作るにあたってはやっぱり私も30年間ねマンツーマンでこうレッスンしてきた中でいろんな発声練習してきたんです。もうあれもこれもっていろんなことやったんですけど、でもねやっぱり最終的にすごいシンプルな発声練習が一番効果的だというふうな結論にやっぱりなったんですよね。なのでここの今回のね発声練習に含まれてる音源っていうのはすごく簡単なものです。でそのすごく簡単でまあ入りやすいものなんですけど、ちゃんとね上級者の方にも満足いただけるというかね、これはなかなか手強いぞっていう内容までちゃんと入ってます。ですけども中身は非常にシンプルなんですね。ここに至るにはやっぱり様々な試行錯誤がありました。例えば難しい発声練習あるんですけど、それをやってもらって、それでこうさらなるね高いハードルにね生徒さんを連れてってあげたいっていうことでねやってた時期もあるんですけど、やっぱりねめげちゃうっていうかね面白くなくなっちゃうんですよ。なんかつまんなくなっちゃうんです、できないからね。できることからそれがね徐々になんかどんどんこうクオリティが上がっていくんだったらいいんですけど、最初からああできないやこれっていう風になっちゃう方がすごく多かったんでね、だったらやっぱり最終的にはシンプルなねところからやった方がいいんじゃないかなっていうところになって、それで今回の収録した内容になったわけです。で今回のね発声練習、やっぱりねお家でね、発声練習していただけたらいいなと思うんですけど、なかなかね発声練習できない方もいると思うんで、これねハミングとかでやるとまずいいと思いますよ。大きい声出せない方はねってねハミングでやってみる。あとはねもう一つ私が以前からお話ししてるこれ小市さんですね。これいいよね、これ自分で言いますけどこれ概要欄のところに作り方貼っときますけど、これまたこうやってうーん声小さくなりますもんね。20デシベル以上はね小さくなると思うんです。でしかも紙コップとねマスクとねこうあのティッシュペーパーで作れますから、これねやると本当にね声ねすごくね大きい声出してもいいんですよ。だから声小さをご自身で作っていただいて、そしてその、大きい声出した形でねお家で発声練習するだけですごい気分良くなります。もう本当に今回の発声練習はね実はね大きく2つ収録してあるんですね。1つは、普通にあーあーってこう伸ばしていくパターンですね。もう1つはねスタッカートなんです。はっ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 はスタッカートでね、いろんな発声練習あるんですけど、やっぱりねこの普通に伸ばすっていうのとスタッカートをこう併用させて練習するとね声のねなんか正しい発声する位置っていうのがねすごく明確に分かってくるんですね。内容がね今言ったようにシンプルな内容で作ってありますんで、最初難しいなと思っても簡単なところから入ってますから、やっていくうちにねすぐできるようになります。でそれがねだんだんこう難易度が上がってきますから、内容としてね。でできるところまでやっていただければいいと思います。でできるところまでやったら、そしたらだんだんねあここまで昨日できたけど今回はここまでできたぞっていうね達成感がねだんだんね見えるように作ってありますね。なのでね本当に簡単なところから少しずつステップアップして試してみていただければいい、効果が高いんじゃないかなと思います。なのでねこの発声練習ぜひね皆さんに使っていただきたいなと思うんですけど、これね公式ショップより今月のね18日から深夜12時からダウンロード開始となります。今ね予約できるようになってるかな、こちらのね概要欄の方にねそのリンク貼っときますんでね、ぜひそちらご利用になっていただきたいなと思います。で内容はですね発声練習、1つの発声練習が6分になってるんですけど、それがね全部で10個入っていて、それでね全部まとめてやると1時間ね、しっかり発声練習できるというものになってます。そしてその、発声練習の内容は、ソプラノとベースで1セット、そしてテナーアルトで1セットっていう2つの種類になってて、どのパートの方でも、ご利用いただけるようになってます。そしてその発声練習音源の解説動画を2つつけてますね、だいたい15分ぐらいの解説動画なんですけど、どういうところに気をつけてればいいかとかね、こういうところを意識しながら発声練習しましょうみたいなことを丁寧にね解説してますんでね、そちらもご覧になっていただくと非常に効果が高いんじゃないかなと思います。でそれら全部合わせまして、3500円ねという販売価格になってますんで、ぜひよろしくお願いします。この発声練習音源実はねもう十数年前からね私発売したいやってずっと作りたいなと思ってたんです。内容はすごくシンプルなんでやろうと思えばねできたんじゃないかと思うんですけど、なんかね
しっくりこないんですよ、ずっとしっくりこなかったんですけど、やっぱりねコロナでね、結構声がね出なくなっちゃったって方最近多いんですよ。私のところに相談も多くて、なんか昔みたいに声が出なくなっちゃったとかね、声が枯れやすくなっちゃったとかね、そういう意見が多くて、なんかいい方法ないですかなんていう質問も多かったので、あ、このタイミングがやっぱり今ね皆さんに発声練習のね、素晴らしさをねお届けするいいタイミングなのかななんて思いまして、今回頑張って作ってみましたんでぜひどうかよろしくお願いします。ということでね、今回はね宣伝お知らせ動画となりましたけど、どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。